ダミアン・モニエは、フランス、クレルモン・フェラン出身の自転車競技選手。2020年現在は、サン工業レーシングチームに所属。VC リオムで自転車競技を始めた。独創力があり、タイムトライアルやトラック競技の個人追い抜きなどで、活躍した。2002年、タイムトライアルで、U23 フランスチャンピオンに輝いた。また、クロノデ・マリングと、 スーベニア・レーモン・セラットで優勝、クロノでナショナリー・レ・ヘルビエ・バンデ・エスポワールで3位となった。2003年、ツール・デ・ペイド・サボアの第1ステージで優勝。オーベルニュ地域のロードチャンピオンとなり、トラック競技では、個人追い抜きの U23 フランスチャンピオンという、新たなタイトルを獲得した。シーズン終盤には、U23 部門のクロノで、ネーレ・ヘルビエ・バンデ優勝。 また、トラック競技の U23 ヨーロッパ選手権にも参加し、個人追い抜きではチームメイトであるマテューラ・ダニューを抑えて9位に入った。好成績を残したことにより、2004年にコフィディスと契約を結んでプロデビュー。2004から2012年、コフィディス時代、編集エリート1年目にして、トラック競技のフランス選手権個人追い抜きで3位に入り銅メダルを獲得。 翌年には、ディフェンディングチャンピオンのファビアン・サンチェスと、ジョナサン・モーシェルを抑えて、個人を抜きフランスチャンピオンに輝いた。2006年、ボルドーで開催された、トラック世界選手権に参加し、個人を抜きで8位入賞を果たした。2007年、ブエルター、エスパーニャ初出場し、総合129位で完走。同年、ツール・ドバンデでは8位に入った。2008年、 3月には、ボルターオディストリートでサンタレンの第3ステージのタイムトライアルで8位に入り総合7位。6月には、フランス選手権の個人タイムトライアルで5位となるなど、タイムトライアルで好成績を収めた。同年、初のジロでイタリアに初出場し、総合111位でフィニッシュした。夏には、トラックの個人追い抜きで2度目のフランス選手権タイトルを獲得。2009年、 2月には、イトワールド・ベセージュで、総合8位、ツール・メディテラネアンでは、総合5位でゴール。4月には、シルキュイ・ドラサルトの、第3ステージのタイムトライアルで4位に入り、総合9位でゴール。6月には、UCI ワールドツアーのツール・ド・スイスで、総合19位。8月には、ツール・ド・ランで、グラン・コロンビア峠の山頂フィニッシュとなった第5、ステージでは、チームメイトのレインタラ前。 ダビ・モンクティエに次いで3位でゴール、総合でも4位に入るなどシーズンを通してステージレースの総合争いに加わった。2010年、ジロでイタリアのスタート2日前に負傷したトリスタン・バレンティンの代理としてにジロに出場。第17ステージでは逃げ切り、プロ初勝利を挙げた。同年、ツール・ド・フランスに初出場。山岳ステージでは、 戦闘集団に残る最後のフランス人選手になることが多かった。2週目までは総合20位前後だったものの3週目で大失速し最終的には総合71位で完走した。しかし自転車競技の観察者の中にはこの選手の成熟度がやや遅れていることを発見した人もいる。2011年シーズン前半のツール・オブ・ターキーでは 総合12位に入ったが、酵素の生産量に問題があったことで、8月には、出場停止を余儀なくされ、シーズンを中断した。2012年1月、クレルモンフェラン近郊のオービエールの街で、トレーニング中に車に跳ねられ、複数の骨折を負った。同年末、9年間所属したコフィディストの契約は更新されず、移籍を余儀なくされた。 2013から2017年、ブリジストンアンカー時代、編集2013年、日本の UCI コンチネンタルチームである、チームブリジストンアンカーに加入し、プロとしてのキャリアを継続した。春は、ツアーオブアゼルバイジャンでは、総合4位、ツアーオブジャパンでは、総合3位となった。夏は、ツールド・グアドループでは、総合6位、ツールド・北海道では、 チームメイトの止まる場に次ぐ総合2位となった。2014年ツールド・コンスタンティンの第3ステージで優勝を果たし、2010年のジロでイタリア第17ステージに続くプロ2勝目を挙げた。8月のツールド・グアドループでは、いくつかのステージでリーダーチャージを着用して総合2位でゴールした。2015年2月のツールド・フィリピーナスでは第3ステージを終えた時点では、 総合8位だったものの、最終第4ステージの最後の上りでは、ライバルとの差を縮めて7位でゴールし、総合3位でレースを終えた。5月のツアーオブジャパンでは、総合8位、ツールド・熊野では、総合3位でゴールし表彰台に上った。6月のツールド・コリアでは、総合10位。夏のツールド・グアドループでは、プロローグで優勝し、第1ステージでは、 黄色いリーダージャージを着用した。10月には、ツアーオブシンからに参加し、第8ステージで9位に入り、総合13位。シーズン終盤には、ツールド、沖縄で優勝したジェイソン・クリスティから26秒遅れの4位に入り、台湾で開催された 100km にも及ぶ、ヒルクライムレースである、台湾キング・オブ・マウンテン・チャレンジで優勝した。2016年、 再びツールとグアドループで活躍。一周目はリーダージャージを着るチームメイトであるトマルバのアシストとして4日間レースをリードした。最終日前日の第8ステージを制し、イエロージャージを着るホセチャコンに52秒差をの総合を5位につけた。最終日にはステージ序盤でアタックしてチャコンに1分以上の差をつけた。この攻撃的な戦略により、 この第66回ツールド・グアドループで総合優勝を果たした。2017年シーズン序盤にツールド・フィリピーナスの第4ステージで4位、ツアー・オブ・ジャパンのイズ・ステージで5位に入った。6月のツールド・クマノでは第3ステージで優勝し、ツールド・コリアでは総合5位入賞を果たした。夏にはツールド・グアドループに参加したが、 総合優勝したセバスティアン・フォーネファイアールから30分以上を遅れて総合30位にとどまった。2018年、アイゾ工業、編集2018年、5年所属したブリジストンアンカーを離れて、アイサン工業レーシングチームに移籍。ツアーオブ・アルマトイの第2ステージで9位に入ったほか、台湾コムチャレンジで3位など、移籍1年目はあまり輝かしい活躍ができず、 シーズン終盤に少し活躍しただけだった。2019年、オセアニアでシーズンスタートし、ニュージーランドサイクルクラシックで総合60位。後のツアーオブジャパンでは総合12位でフィニッシュしたが、数日後のツールド、熊野では最終ステージでリタイアを余儀なくされた。9月のツールド以前最終第4ステージでは6位には入り、 総合9位でレースを終えた。2002年、2003年、2004年、2005年、2007年、2008年、2009年、2010年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。